おとといは陸上競技の最終日、100メートルと400メートルで優勝した岡山商大附属3年の庭山春樹が三冠をかけて200メートルの決勝に臨みました。レース前半の体の傾きやスピードなどを意識したという庭山、21秒43でフィニッシュ。自身が持つ県高校記録には届きませんでしたが、20年ぶりに大会記録を更新しました。100メートルと400メートルに続く優勝で3冠達成です。短距離種目で全部勝つということはとてもかっこいいと思っていたので、やっとできたと思ってめちゃくちゃ嬉しくて思わず3冠のポーズしてしまいました。女子100メートルハードルの決勝には県の高校記録を持つ倉敷中央3年の木梨ひなが出場。春先より調子が上がってきたという木梨が14秒02で優勝し2連覇を果たしました。全国への切符をかけた中国高校総体は今月13日から鳥取で行われます。